1990年代、この勅使河原さんは、元新体操日本代表選手の山崎ひろ子さんと共に、ワイドショーや週刊誌で話題になったようよ。話題に？なんでですか？そうだぜ、なんでなんだ？ YouTube に、当時のワイドショーの動画が、あったの。山崎さんは、統一教会の合同結婚式への参加を決めて、婚約相手の勅使河原さんと、二人揃って、会見を行ったんだって。それで、山崎さんは、勅使河原さんと、合同結婚式に参加したんだけど、何かあったのですか？山崎さんは、親族や牧師の説得によって、統一教会脱会を決心したの。そして、山崎さんは記者会見で、統一教会からの脱会と、勅使河原さんとの婚約解消を、発表したの。大変なことになってたんだ。当時のワイドショーの動画を見ると、山崎さんの会見、勅使河原さんへのインタビュー、さらには、